っと待ってな。俺は使わなきゃいけないポケモンがいるんだ。このために俺は育ててきた。ブルブルと鉄心を正面から戦っ、正面からもう突っ込んでいくわ。いくぞ、頂上決戦、岩の頂上決戦。さあ行くぞ。ジョートからの挑戦とは珍しい。俺はニビポケモンジムリーダーのタケシ、岩タイプのエキスパートさ。ちょっとやそっとの攻撃じゃ俺のポケモン平気、痛くも痒くもないぜ。かかってこい。さあ行こうか。わ、タケシだ。すげえ似てる、タケシじゃん。この負けらんねえ。絶対負けねえ。ああ、6か !6 か。おいおい、使いこなしてねえな。ゴロン、いや、鉄心はこうやって使うんだよ。負けんなよ。ベストバウト8かよお前。しかもさ、名前つけてやれよお前さ、エキスパートとかのたまってんだったらさ。あー、もう鉄心はいいだろ。スマウグの経験値したい。ごめんな鉄心、お前はゴロン専用機。鉄心ゴロン専用機、まあ、サイフォンクラスのよ。こんなポケモンをよ倒しても鉄心は喜ばない。鉄心下がれ、行け、スマイル波乗りだ。俺の指示も的確に、すごい、俺の指示的確じゃない。なんだっけ、来たぜ。おい、負けんじゃねえぞブルブル、絶対負けんなよこんなやつに。いいね、行かれ、怒りを力に変えろブルブル。うわぁ、くっそ、何してん。やばい、とんでもない戦いになるぞこれは。我慢対怒り、負けるな。忍耐力の勝負だ。どんだけ我慢してるんだお前、どんだけ忍耐力高いんだ。我慢が解かれた。強い、なんて戦いだ、なんて戦いなんだ。俺は引かねえぞ。よーし、いいね。何が岩なだれだよ。我慢 VS 怒り、ポコタテみたいな、ホコとタテ。我慢と怒り、どっちが感情として上位互換になるか。普通なんでこんな急所に当たるの、おかしくない。我慢しろお前は、我慢してくれ。我慢と怒りの応酬しようぜ。もう何してんだよブルブル、お前ここ最後の見せ場だぞなあ。よし、もう、俺は絶対負けない。もうアイテム使っても勝つ。俺はブルブルで勝つ。よーし、いいね。ね、これさ、怒りのボルテージ、上がってるよな。ちゃんと上がってる、怒りのボルテージ。これまさかリセットされる？キャンセルされた。ダメだもん。美味しい水かけた方が食らいそうだね。絶対今の美味しい水ビシャってかけた方が食らうよな。ふざけんなよマジで、殺せレッシー、二度と出てこないでくれ。いいね、なんでの水飲んだだけでリセットされんの。どんだけ研ぎ澄まされてるの。ちょっと水飲んだだけで集中力切れんの、すごいな。あるしな、おーてめえ、たけし楽しいか、俺もだ。
岩タイプ同士でぶつかり合うことはなかなかないからな。今あれだ、ガローデン第11巻参照、殴り合ってる時が一番楽しい。11巻参照。うわー、6じゃん。いや、これ待てよ、ちょい残しして岩国、岩国経験値を上げる。これがテッシーの優しさ、兄としての誇り。よし、泣き声いいね、ブルブルいいね。そして最後は、いけブルブル、お前が締めてやれ。一人では行かせない、お前が締めてやれブルブル。カブトプス、なんでお前岩タイプなのに波乗り覚えるんだよ。おかしいだろそれ。水タイプ使ってんじゃねえかよ。アメコードドッポちゃんの喧嘩見てんよ。正面から殴り合ってやろうと思ったら頭きた、マジこいつ。マジ頭きた。竜の怒りで削ってく。俺もう10時間前ぐらいから楽しみにしてたんだぞ。おい、俺たちの育てたよ、イワークとよ、ゴローをよ、タケシにぶつけてよ、新旧岩タイプ対決しようぜ、つって楽しみにしてたのに、美味しい水飲んで終わった。なんだそれ。守りも、守りを上回る強烈な攻撃。俺の予想以上だ。さあ、このバッジを持って、まあいいや。たけしが満足してくれたなら、お前が満足してくれたならいいや。なんとなく、ジュチ君いい試合ができた。僕のグレーバッチで君のポケモンはさらに強くなるよ。ちょっと悔しいけどね。おい、くれよアイテム。世の中はいろんな、世の中は広いな。こんなに強いトレーナーがまだまだたくさんいるんだ。俺もっともっと強いトレーナーになるよ。いいやつだったな。